会社を続けたいと思ったから、うん、別に儲かる必要はなかったんですよ、うん、トントンでありさえすれば、うん、でそれだけを念頭に置いてやってきたんですけれどね、うん、まあ、これ以上やるとね、うん、もう罪だなと思ったから、うん、ちょっとやめようかなって今思ってるんですけれどね。そういう意味なんですか。そうなんですよ。いや、どんな罪を犯されました、ご自分的に言うと。やっぱりヒットさせすぎですよね。ヒットさせると何が起きます？やっぱりその影響を受けて、うん、その作品のことを引きずる人が出てくる、引きずる人が出てくる、うん、それはどうかなっていうのは僕の中にどっかであるんですよね、うん、それは映画なんてね、たかが映画で見て楽しかった、うん、それで終わってくれればいいですよね、うんうん、ところがいつまでもそれを引きずって、あの作品が良かったって、うん、ある年齢を迎えてもそれを言うっていうのはね、どっかでおかしいと思ってるんですよ僕。まあまあでもメッセージ性があれば届くからね。そんな、うん、やっぱりメッセージ強かったんですかね、うん。だって僕らね、これ宮崎とも一緒に話してたのは、うん、まず第一に面白いものやろうと、うんね、それが第一位ですよ、うんうん、でも多少はね、言いたいこともあるから少しは入れようねっていう、うんうん、最後がお金も儲かんないと次ができないし、でもすごいですよね、その、まあ、時代が作品作ったってことは確実に言えると思うけども、作品が時代作ったとこっちも言えるぐらいの影響力を持ったって人生は終わりなわけですよね。あの、私なんかとてもじゃないけど、あのフェミニズムが世の中こんな風にしたって言われたらとんでもない。フェミニズムは時代の作品であって、我々が時代変えたわけじゃないんだ。それはね、僕らの職業的なね、うん、訓練ですよ多分。どうおっしゃるか、どういうことかって言ったら、僕も雑誌やってたでしょ、うんうん、そしたら、うん、雑誌やってて何がしんどかったかって言ったらね、うん、まあ 僕がやってたのはアニメ雑誌なんですけどね、うんうん、要するにヒット作の後を追いかけてたらしんどいわけですよ、うん、それで僕はある時決めたんです、うん、ヒット作を追いかけるのやめようって、うん、これ編集部で提案してるんですよ、うん、自分たちでこれが今ね人気があると決めて、うん、それをみんなで広めようって、うんうん、その方が楽だから、うんうんうん、でもそれに世の中乗ってきちゃったわけでしょ。そう、ある程度乗ってもらえることは分かったですよね、うんうん、だって世の中の仕組みがそうなってたからですよ。いや、私の乗せ方がだってメガヒットですから、それは半端なヒットじゃないですよ。でも、まあ、雑誌なんかせいぜい数十万部でしょ。はい、まあね、いろんな人の協力を得たからですよね、うん、でも高橋さん的にちょっとあの今好奇心ムラムラとして聞いてみたくなったんだけど、はい、あのジブリの全作品の中で後世に残るってどれだと思います？それはあるんですけどね、うんうん、ちょっと公的には言いたい、言えないですよね、うん、ジブリの功と財を誰かが論じるべきだっておっしゃって、あの それはそう思われるのは当然でしょうが、私はその任にとても耐えないのは、やっぱりね、そういうことをやる人はね、あのジブリ漬けになった人じゃないとできないんです。そうですか、はい、うん、高みの見物でズバッとおっしゃって。いや、そういうもんじゃないんですよ。やっぱりね、あの研究でも何でもね、うん、あの自分がその中にね使ってね、あの一旦、うん、もう一旦、それが取材、愛憎ともに愛憎ともにそこをくぐり抜けない、ね、でもそれって2つあるんじゃないですか。中へ入り込んでそれをやる人と、外から見ててやるっていう人、うん、いや、あのそれは作品として出てきたもの読んだらね、全然それはそう思いますけど、ね、面白くないです、うん、外在的に書かれたもの。僕あれはそれはね、うん、具体的なきっかけとしては、あの蒲田っていう人はね、自動車絶望工場、うん、入り込んでやったじゃないですか、季節工として、うんうんうん、それで書いた、うん、そしたらあの大谷賞の選考の時に、うん、取材方法が汚いっていうことで、うんうん、そこから排除されましたよね、うん、あれは僕は肌で見ててね、何言ってんだと思ったんですからね。いや、それね、それフィールドやったとかね、そういうことじゃないんですよ。あのそこに魅了された人、ああ、いい悪いは言えない、言えないです、はい、なるほど。だからそれはあのご指名は私は完全にミスキャストなんで。